臨天バイエルン。岡崎臨天がラジオで行うギター初心者のためのギターワンポイントレッスンです。今月のお題はこれ。The water is wide too。 2週目に入ります。 The water is wide、僕のアルバム Heart Strings、 そちらでカバーした、楽曲ですね。まあ古くから ある曲ですが、スタンダードチューニング、そしてカポは3フレットでお届けしております。先週は、イントロの8小節間解説していきましたが、もう一度おさらいをしてみたいと思います。 G メジャー7からのスタートです。 C7 のフラットラインズ、 V-7、 E7 のナインズ、 E-7、 A7 のフラットナインズですね。この A メロコード D から始まります。ここがまあキーになりますけどね、D は普通の、ローコード D で構いません。 Bm7 ですね。次 Em7、こういうふうに、コードはまあ普通の D と Bm7、 Em7、まあ、A というこういうコード進行になっておりますが、このメロディーが次の3小節目、コード D のところでメロディーがクッて入っております。3弦目の2フレット、ここがクッて入ってるんですが、この2フレットを押さえている時に、人差し指の1弦から3弦までの2フレット、これを制覇するフォームで、ローコード D を押さえてください。戻った時に、ですね、2弦目の3フレットは、中指で構いません。そして4小節目になるともう一度 D のコードを繰り返しますが、この時は普通の、人差し指、中指、薬指3本使った普通のコードフォームで構いません。ですね、ここは、C シャープ分のコード A という、コードになりますけど、ここはそうですね、2フレットを全て人差し指で制覇して、5弦目4フレット薬指で付け加えるもよし、あるいは、4フレットから下ですね、1弦から4フレットの間を人差し指で制覇して、まあ、薬指を5弦目4フレットに加える、この押さえ方でも構いません。まあ、いずれにしても制覇は出てくると。そしてメロディーがまた食っていますね。2弦目3フレット、ここから B マナーにコードが移ります。でベース音が5弦目開放になります。これは A 分の Bm7 というコード、もう一度 Bm に入ったところからです。次は G、ここはちょっとね難しい、押さえ方は難しくないんですけど、どの指を離してどの指は残してというのがややこしい部分があるかもしれません。僕は、ここから G から Em に移る部分は、メロディーが1弦目2フレットのと同じ位置のベース音、つまり6弦目の2フレットですね、ここは左と親指で押さえています。もう一度で親指だけは離して、でもここは1弦の2フレットのまだ残っていま す, です、ね、ここで、指がドタバタこうする感じで前後する感じで、押さえて離してっていうのが出てきますんで、この辺りを引き込んでみてください。で、ここはですね、4弦目の2フレットは、人差し指で、押さえて、まあ、この A7 という
普通のローコードフォームですね、これに、落ち着いていきます。これをいつものように例えば中指と薬指を使うようなフォームで弾きますと後が続きませんので、人差し指4弦目の2フレット、そして中指2弦目の2フレットでコードフォームを押さえてください。これですね、1箇所、小指で1弦の5フレットまで届く、これがちょっときついかもしれませんね。ここも指を押さえて離してっていう部分が交互に出てくるパターンです。ここから B パターンに入りますが、ここはまた次の週に解説していきたいと思います。今日のリンテンバイエルいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからギターレッスンにおけるお悩み、ご相談、ギターに関する質問、何でも受け付けますのでお送りください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますので、ぜひ皆さんのギター向上にお役立てください。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。